はい、今日から首の痛みについてお話ししていこうと思います。前回までの動画で膝であったりとか腰の部分のお話を、ある程度していったと思いますが、お体はいかがでしょうか。今日からは首とか肩、上半身の部分ですね、そういったところの話についてお伝えしていこうと思うんですけれども、これ、今回からのお話で注意していただきたいことは、筋肉だけの問題ではないっていうことが考えられます。体が悪い人がどうなってしまっているかっていうと、まず構造っていう部分ですね、筋肉であったり関節の状態っていうところがまず崩れてしまっているっていうのが一つ。そして栄養です。栄養は、食べているものであったり食べ方であったりとか、食べる時間帯とかっていうのも関わってくると思ってください。そこまでの状態を変えていかなければ、体の痛みであったりとかしびれ、そういったところは解決してこない部分が、多々ありますので、ここも注意です。で、もう一個、特にですね、上半身の問題であればここを気をつけてほしいなと思うんですけれども、感情って言われるところですね、気持ちです。何かすごいですね、ストレスが降りかかったりしてくると、どうしても、首とか肩の場合はそれが如実に体に現れてきてしまうっていうふうなことが言われています。この3つが、慢性的な痛みっていうのを取っていくためにすごく大切なんですけれども、その中でもこの感情っていう部分が、上半身、特に首肩っていうところで、問題になりやすいので、自分の中でですね、どんなストレスがあるのかなっていうところを一度考えてみることがすごくいいんじゃないかなと思います。ここの中で、まあ、割合は人それぞれあると思いますし、もちろんですね、ここの構造の部分、筋肉のところがこの動画の内容では、あなたが簡単に変えやすい部分ですし、私が簡単に伝えやすい部分なので、ここのことをメインにお伝えしていこうと思いますが、基本的にはこういったところを変えなければ、痛みは取れていかないと思っていただければと思いますし、あなたが自分自身、どこに問題があるかっていうところに気づくことですね。気づくと治るって言われているそうです。気づくこと、これができてくるかどうかがすごくキーになっていきますので、一度考えてみるのがいいんじゃないかなと思います。次回から首、肩の痛み、そういったところに対するここの部分ですね、まずは構造の部分を自分で変えられるような体操のやり方とかケアの方法っていうところをお伝えしていこうと思いますので、そちらを楽しみにしていただければと思います。本日の動画は以上です。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。